強い。久しぶりだな。今まで何をしていた？ちょっとした休暇をね。降りて私の部屋に来い。この船に乗ってきたの？カリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。腕が鈍ったぞ、ディン。ぬるま湯に使っていたの。ノーマン。下がっている。紹介しよう。ディンだ。6年前、我が部隊の主力パイロットだった男だよ。ディンゴ・イグリッド。軍の記録では死んだことになっている。あんたこそ小さい仕事するようになったな。辺境に飛ばされましたか？口を慎め。お前は私の部隊に戻ってきたんだ。戻ってきた？ふざけるな。戻れ、ディンゴ。これから面白くなる。断る。あんたのお遊びのおかげで死にかけたんだ。冗談じゃねえ。分かってない。もう自由だの独立だのって建前には乗せられねえぞ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。はっきり言えよ。お前が殺したんだ。知らん。やるディンゴ。戻れ。お前は好きだ。吐き気がするぜ。死体は片付けておく。
力して。そんなやり方聞いたことありません。本当にノウマン大佐のご命令で？じゃなきゃなんで私こんなことさせられなきゃならないの？いい、お願い。脈拍安定しました。ありがとう。あとはいいわ。あ、はい。お目覚め？2ヶ月も寝てたのよ。ヒゲは剃らせてもらったわ。エイダ、お願いね。不本意ですが。どこだ、ここは。火星の玄関口、ダイモスステーションの中よ。具合はどう？吐きそうだ。死ぬよりマシでしょ。俺、死んだんじゃないのか？死んでないわ。心臓も肺もないけどね。じゃあ死んでるだろ。いいえ、ジェフティに乗っている間は生きてる。ジェフティ？あなたは今、失った心肺機能を機械で補ってるわ。その動力はジェフティから供給されてるの。は？ジェフティを降りたらバイタルへのエネルギー供給が断たれる。つまりあなたはジェフティを降りたら死ぬのよ。冗談はやめろ。試してみたら？しやがった。仕方ないでしょ。狭いコクピットに装置が全部入らないんだから。頼んでねえぞ。言ったでしょ、助かりたかったら私に協力してって。知らん。いつだ。死ぬ間際よ。知らん。命を助けてあげた上にクルーの目を盗んで2ヶ月も看病してあげたのよ。もっと感謝してくれてもいいんじゃないの。チキショ、まともなバイタルをつけろ。全部終わったら元通り綺麗に直してあげるわよ。だから私の言うことを聞いて。あげるな。なぜ俺がバフラムに。私バフラムじゃないわ。何？その反対、連合宇宙軍よ。私はケン・マリネリス。バフラムには任務で潜伏してる。なんだと？いちいち驚くわね。当たり前だ。時間がないって言ったでしょ。こっちだって趣味でこんなことやってるんじゃないのよ。まずダイモスを脱出して、話はそれからよ。こんな場所で長話してるのがどれだけ危険か分かってるでしょ。死人にはわからんね。あなたはまだ生きてるわ。ノーマンもまだ生きている。仇を取りたいでしょ。あいつは仲間を殺した。私も目的は同じよ。あなたの悪いようにはしないわ。一つだけ教えてくれ。何？今年の優勝はヘスペリア・ゲイルズだよな。ちょっとふざけないで。大真面目だぜ。どうなんだ？火星は今それどころじゃないわ。
そこを出たらシップを射出するカタパルトよ。先に進めば外に出られるわ。今衛星ダイモスはバフラム軍の管理下にある。地球から来た連合宇宙軍の援軍部隊を片付けるのに無人機が巡回してるわ。ダイモスがバフラムに？ダイモスだけじゃないわ。火星も、もう一つの衛星フォボスも。火星圏は全部バフラムの統治下に落ちた。ノーマンのお手柄でね。ひでえことになってやがる。あってはならないことが起きてる。カタパルトの情報はエイダに聞いて。無視しろ。繋いで。こちらテイパー、貨物通路のカーゴに閉じ込められてる。救助を求む。エイダ、回線は？連合宇宙軍のものです。話を聞いて。テイパー、聞こえるか？こちら、こちらヘンリー G。 どうした？ヘンリー G？ 連合軍か？ああ、そんなもんだ。助けてくれ。部隊の仲間がみんなバフラムにやられた。俺も視線制御をやられちまったし、今どこにいるのかもわからねえ。それじゃ助けようがない。頼む。重要な任務の途中なんだ。重要な任務？火星の仲間の援護だ。誰が援護するって？ベクターキャノンを奪ったままバシリを出られない連中がいるんだよ。ベクターキャノン？リンゴ、助けてあげて。私たちにもそれが必要なの。どうだかな。協力しないとエイダにエネルギー供給を立たせるけど。なんだと？エイダ、分かったよ。そう、テイパー、これから救助に向かう。そこ動くな。今コンテナの中に隠れてる。おっかなくて近くで銃声がしただけで震えが止まらねえんだ。エイダ、信号の発信地は？特定できませんが、通信手段から考えて相当遠くはありません。テイパーはコンテナの中、近くで銃声がしただけで震えが止まらないと言っていたが。コンテナにあまり大きなダメージを与えると破壊してしまいます。注意してください。わかってる。ショットで軽くノックしてやるだけだ。ヘンリー G、 テイパーだ。5の番号の入ったコンテナだ。方向だけを変えるには右スティックを使用してください。勘弁してくれ。空箱でした。